こんにちは、Gです。今回は超高速ブラウザーのお話。以前にも少しご紹介したんですが、パフィンというブラウザーです。当時は12倍速いとか言ってたんですが、不安定だったのでご紹介のみとしました。再度試してみたら使えるレベルと感じたので改めてご紹介します。今時点ではパフィンは他のブラウザーに比べ3倍速だそうです。安価な PC でも高速でブラウジングできるので教育現場をターゲットとしているみたいです。ラズベリーパイ OS にパフィンを組み込んだイメージが公開されています。画面のサイトをご覧ください。ダウンロードは画面の URL なんですが、イングリッシュバージョンを選んでください。日本語を含むマルチランゲージパッケージも試しましたが、中国語、韓国語も含まれるので、切り替えが面倒です。それと、ANSI iBus 標準なので、Vitex モズクで日本語化した方が便利と思います。ダウンロードしたらエッチャーなどで SD に書き込みます。SD をラズパイに挿して起動。初回はラズパイ設定が必要で、言語、パスワードなどを設定します。はじめに日本語設定とオーバークロックをしておきます。モズクは通常ターミナルからインストールするんですが、見つからなくてエラーになります。レジストリーが違ってるんでしょうね。しょうがないので、Add Remove ソフトウェアを起動して、モズクで検索してください。画面のように4つのファイルを選択してインストール。インストールが終わったら一度リスタートします。次に Vitex 設定のキーバインドと日本語入力をチェックします。大丈夫のようですね。次はオーバークロック。ターミナルで画面のようにタイプします。文末に画面の4行を追記してください。以上で準備は完了です。パフィンを起動して最初に環境設定を行います。ハンバーガーアイコンから設定を選びます。起動時は新しいタブページを開くに。コンテンツの設定ではブロックアドズにチェックを、そしてズームを 100% にします。どれくらい速いのか比較してみましょう。 URL を叩いてから動画が動き始めるまでの時間を計測して画面表示しています。
YouTube 動画再生での比較です。Chromium はページ内の他の情報が表示される前から動画再生が始まって早く見せてはいますが、明らかにパフィンが早いですね。体感では相当早く感じます。でも、ラズベリーパイ OS 使ってない方はどうなんでしょう。画面のサイトに情報がありました。非公式ですが、Ubuntu や Ubuntu Mate にもパフィンをインストールできます。Ubuntu Mate にインストールしてみましょう。ターミナルを立ち上げて画面のようにタイプします。コマンドが長いので動画の詳細欄からコピーいただくのがいいと思います。インストールはこれだけで終わりです。パフィンの起動にはターミナルを立ち上げてパフィンデモとタイプします。こんな感じ。ついでに設定も変えておきましょう。ハンバーガーアイコンから設定を選び、起動時は新しいタブページを開くにします。コンテンツの設定でブロックアドズをチェックして、ズームは 100% にします。でも起動ごとに毎回ターミナルを使うのは面倒なので、シェルスクリプトを書いてみましょう。プルマを立ち上げて画面のようにタイプします。適当な名前をつけてデスクトップに保存。この時拡張子は .sh にします。必須ではありませんが、まあ、慣習ですね。ここでは便宜上、runpuffin.sh とします。このファイルにはアクセス権を与えないといけないので、ターミナルを起動して画面のようにタイプするか、またはファイルを右クリックして、プロパティを選び、アクセス制御リストタブでエクスキュートにチェックを入れます。いずれもアクセス権を変えて実行権限を付与する操作になります。ファイルをダブルクリックするとアラートが表示されるので、実行を選択するとパフィンが起動できます。Ubuntu Mate では Firefox との比較を試してみましょう。先のラズベリーパイ OS と同じ画像での比較です。
ラズパイ OS、Ubuntu ともに動画の立ち上がり時間は明らかな速度差がありました。パーフィン、本当に高速ですね。ラズベリーパイ OS だけでなく、Ubuntu や Ubuntu Mate でも利用できるので、試される価値があるんじゃないでしょうか。今回ご紹介したインストール方法は、Debian 系が対象なので、未検証ですが、Ubuntu、MX-Linux、Kali Linux、Libuntu や Kubuntu でも動作するはずです。なお、ブラウザー自身は Chromium ベースなんですが、旧バージョンなので、サイトによっては正しく表示されないことがあるらしいです。今回評価したのはデモ版なんですが、優勝版と違いはないそうです。優勝版は試してませんので、本当のところはわかりませんが、価格は月額2ドルです。ご覧いただきありがとうございました。またまた総裁選の話ですが、政策を聞き比べるとこんなのが代表かという方もおられますね。でもそんな方を推薦する代理士もいるわけで、彼らを色分けできる面白い選挙です。ネットとマスコミ報道がめちゃくちゃ乖離してるのも面白い。マスコミがどれだけ嘘つきなのか分かりやすいな。先生方、気をつけないとすぐに選挙ですよ。私は経済政策で積極的財政出動を掲げる高市候補に投票しようと思います。価値観はそれぞれですが、もし河野が選ばれるようなら自民党員辞めるし、小田原かまぼこ不買します。ではまた次回。